あ、まあ、やっさんと言っていまして、あ、GPS ドローイングのアーティストをやっております。この GPS ドローイングを始めたきっかけといいますのは、実は嫁へのプロポーズを考えてまして、どうやったら世界で一番大きなプロポーズメッセージを書くことができるかと考えまして、でいろいろ調べていたら GPS ドローイングが一番大きいドローイングの方法だということが分かりまして、旅を始めるときに急に仕事を辞めて半年間一人でフラフラ日本を旅し始めてたので、そこでもし本当に自分の僕のこと嫌いでしたら、すでにそこでノーと言ってるんじゃないかなと思ってましたので、自分の口で結局伝えてしまいまして、あまり書いた意味がなかったんじゃないかなと思っております。